僕は友人のことを通知あげないといけないのか。そんな嘘だ。ありえない。こんなのって緑色の絵の具がついてる。そんなえ、じゃあやっぱりシロウくんが。違います。これはシロウ、君はリカージュの美術に行ったんだね。え、でもちょっと待って、シロウくん、さっきリカージュの美術には行ってないって言ってなかった？嘘をついたの？違います。嘘なんてついてません。シロウどうして？私シロウを信じてたのに。シロウ、本当のことを言えよ。言ってないとしたらなんだこの右のやつは。お前、あ、これはですね、実は靴の裏に緑色のペンキを塗っていたらオカルトパワーがみなぎってくるんですよ、とか言うんじゃないだろうな、お前。ちょっと待ってください。本当に僕はリカージュの美術に行って、ね、なんか行ってません。じゃあどうしてあなたの靴にはリカージュの美術の床にあった絵の具がついてるの？それはやっぱりシロ君はリカージュの美術に行ってたんでしょ？だから行ってないんですってば。シロ、そんなに否定するなら、シロたちが3階を調査してた時のことを教えてよ。はい。まず調査を始めた直後、ケスケ君と2人で美術室に行きました。2人で行った？別れて言ったんじゃないん？こぼれた絵の具はどうしたの？それは最初美術室に行った時に電気がなかなかつかなくて、ケスケ君が絵の具の缶にぶつかってこぼしてしまったんです。それでシロウ君は絵の具を踏んだってこと？おそらくよく、暗くてよく見えませんでしたので、その時は気づきませんでしたが。じゃあその後はどうしたんだ？ケスケ君から別行動を提案されて。ん？なんだこれ。ってことはさ、ケスケにもペンキがついてる可能性はあるんか？いや、そんなことはどうでもいいんか。こっから別行動なん？なんでこのタイミングで別行動？まさかとは思うけどさ、この電気暗い間に ケスケがさ、ドッペルゲンガーと入れ替わったとか、そんな都合のいいことあるん？けどなんかこれだとしたらさ、先に仕掛けたのは、キスケ説がちょっと強なってきたな、なんか。キスケから襲いかかって、シロがそれに抵抗して、もみくちゃになった結果、逆に、シロがキスケのことを殺してしまった説。キスケ君は、俺がリカ準備室を見に行くから、と言っていました。怪しすぎだろ、それ。それは怪しすぎだろ、お前。だから僕は残った生徒会室を見に行ったんです。なんでそんな目で見るんですか？何も嘘はありません。信じてください。本当に？え？ごめん。こんなことを言いたくないんだけど、シロウがごまかそうとしてるようにしか見えない。そんな。でも、そうなるのも仕方ないのはわかるでしょ？現に証拠が目の前にあるんだし、シロウくんじゃないって信じたいと本気で思ってるけど、さすがに信じられないよ。シロウ、正直に言って、私たち嘘なんてつかないで。待ってください。僕は嘘は一つもついてません。僕を信じてください。本当にキスケ君を殺したのは僕じゃないんです。シロウ、でもな、嘘をつく時のさ、耳を触る癖が出てないよな、今のところ。信之君、信じてください。僕がキスケ君を殺せると思いますか？僕の親友なんですよ。
それは僕は犯人じゃない。真犯人は別にいるんです。信じてください。シロ、この必死な顔、これもシローの演技なのか。こんな風に疑ってしまう自分がすごく嫌だ。まだちょっとわからんところがあるな。なんかどういう意図でそれを言ってるのか。くそ、本当はシローが犯人じゃないって信じたい。本当にシローがキスケを殺したのか。あんなに二人は仲が良かったのに、そんなシローがキスケを殺す、そんなのありえない。いや、俺はそう思いたいだけなのか。仲がいいからこそのこじれってもあるけどな。その二人、この二人にそれがあってほしくはないよな。でも今は何を言ってもシローが怪しいって状況は変わらない。みんなシローが嘘をついてごまかそうとしてるって思ってるはずだから。ん？嘘をついてごまかす。そうだ、ごまかすといえばシローには嘘をつくときに無意識に出てしまう癖があったよな。まあ出てないんだよな、まだそれ。耳を触る癖、確か。シロー、そんなこと言ってただテスト勉強したくないだけだろう。そんなわけあるはずじゃないですか。図星だな。シローが何かごまかすときの癖が出てるぜ。癖？シローがピアスを触ってるときは嘘をついてるときなんだ。覚えておくと便利だぜ。へえ、そうなんだ。杉瀬くん、変なこと教えないでくださいよ。そうなんだよな。そうだ、嘘をついてるとき、シローはピアスを触る癖があったはず。皆さん、僕はキスケ君を殺してなんかいません。信じてください、僕は犯人じゃないんですよ。その癖が出てないよな。でもあの癖が出てないからってそれを信じていいのか。わざとそういう癖が出ないように抑えているとか。いや違う、俺が知ってるシローはそんなことするタイプじゃない。俺はシローを信じる。信じたいんだ。何かシローがキスケを殺してないって証明できる証拠さえあれば。なんかあるんかな、証拠。だいたい皆さん、僕とキスケ君を想像してみてください。キスケ君は僕より身長も高いですし、非力な僕より力が強いに決まっている。刃物で刺した際に抵抗されたひとたまりもありませんよ。刃物で刺した時に抵抗。そうか、キスケは正面からメスで刺されたってことは、絶対に犯人と揉み合って抵抗したはずだよな。そして床にはあれだけの血だまりがあった。そう考えると、あ、そうか、あの場所を調べれば。なんだ、シローが本当の犯人かどうかわかるんじゃないか。あの場所ってなんだ。あ、待てよ、あんだけ血が散っとったらさ、緑色のペンキだけじゃなくて血もついてないじゃろ。そうじゃ、血はついてないんじゃ。ねえシロ、もう一度靴の裏を見せてくれない。え、また靴の裏。どういうこと。いいから早く見せて。わかりました。ん、シローの靴の裏にはあれがついていない。やっぱりシローは犯人じゃないよ。え、どういうことだ。あれって、もし本当シローが本当にキスケを殺したんだとしたら、靴の裏に残っておくべき証拠があるはずなんだ。それって一体。まずキスケが殺された状況から整理すると、キスケは体の正面を何箇所も刺されていた。となるとキスケの正面に犯人はいたってことになる。まあそうだな。ということは、もしキスケが犯人刺された場合、最初はキスケも抵抗するはずじゃない。ましてや凶器はメスだし、胸やお腹を刺されて一撃で致命傷を負うとは考えにくい。うん、だからきっとケスケ君と
犯人は揉み合って抵抗したはずなんだ。その証拠に、あ、待って、ちょっと待って。ちょっとスルーしそうになったけど、今、キスキくんって今だけくんつけたな、今、なんか知らんけど。で、今、見てみたらさ、キスケって呼び捨てに困っとうから、なんだったん、今のくんは。今、ちょっとだけくんが出てきたら、なんだったんだ、お前。その証拠に、キスケが殺された現場には、犯人とキスケが揉み合ってできたと思われる足跡があったんだ。そういえば、そうだったわね。それは分かったけど、どうしてそれが、シローの靴と関係があるの？それは、シローの靴の裏には、絵の具しかついてなかったんだよ。そうなんよな、よく考えてみたら。よくよく考えてみたら、そうやな。そっか。もし、あの足跡が、シローとキスケが揉み合ってできたものだったとしたら、シローの靴の跡に血がついてないのはおかしいと思わない？それに、もしシローが靴の裏の血に気づいてて、洗い流したとしたら、わざわざ絵の具を残したまま放置するなんてありえないでしょう。それは確かに。だから、まだシローがキスケを殺したとは言い切れないんだ。そうか。なんか、ごめんなシロー、俺なんかもう犯人だと思い込んでしまっとった。状況証拠とはいえ犯人だと思ってしまっとった。でもお前が悪いんだからな。お前がさ、別れて探索したって言ったけど、最初だけ別れてはなかったっていう、そういう曖昧な感じだったから悪いんだからな。だってさ、別れて探索したんだったらさ、最初から別れて探索したんだったらさ、二人で、美術室に行ったっていうことでさ、うん、まあそういうこと。これそういうことでなんだ、お前。のびやけくん。シローはキスケを殺した犯人じゃないってこと？それはまだ言い切れないけど、血の跡が靴の裏についていない以上、シローは犯人と決めつけることはできないよ。そっか。よかった。ごめんシローくん、信用できないとかひどいこと言ったりして。いえ謝らないでください。でも私を信じてあげられなかった。疑ってごめんなさい。俺も悪かった。もういいんです。信じてもらえただけで僕は嬉しいですから。それにのびくくん、僕を信じてくれてありがとうございます。うん、俺の方こそ最初シローが犯人かもって疑ってしまってた。ごめん。いいえ、本当に感謝しています。ねえ、でもさ、じゃあ犯人は一体誰なの？これがあったらさ、そうなるとこの中に犯人はいない説が出てきてくれて俺は嬉しい。つまりさ、緑のペンキと血の両方ともがついてなかったら犯人としては成立しないようになってきたよな。そうなると、うん、犯人じゃない、犯人この中にいない説が強くなってきてくれて俺は嬉しい。確かにシロー君の靴の裏には血の跡がついてなかった。でもみんなの靴の裏にも血の跡なんてなかったよね。うん、そうだったな。この中には犯人がいるんだとしたら、苗の靴の裏にも血がついてないっておかしくない？ああ、そうね。それに不可解なのはそれだけじゃないわ。なんだ？靴の裏に理科準備室に落ちていた絵の具と同じ色の絵の具がついてたのは、ここにいる中ではシロー君だけだった。ってことはなんだ？あ、だとしたらやっぱりちょっとやば、キスケが先に仕掛けた説がちょっとまた強くなってきた。ここに来てまたキスキーから仕掛けてきた説が強くなってきたやん。あ、え？ってことはあれか、シローはあの場におらんかったら間違いないけどさ、犯人を見つけてキスキーがとっさに手に入れとったメスで犯人に襲いかかって、それを返り討ちにされた結果があれですみたいな感じなんかな。もしかしてキスキーもちょっと自己防衛のために
メスを手に取っとったっていう説があるんじゃない、これ。なんかそうなってきたらつじつまが合うっていうかさ。そうやな、キスケも緑のペンキがついとるはずやもんな、足だから。その後探索で理科準備室に行ったってことは、ここに緑のペンキがついてるよねって、そう言いたいかな。あ、はい。もしシロ君がキスケ君を殺してないなら、理科準備室にあった絵の具は一体誰がつけたの？キスケやな。俺の推理だったらキスケになるな。それは、そうだ、フィーさんの言う通りだ。じゃあ、あの絵の具は一体誰が？シロ以外に靴の裏の絵の具がついていたと思われる人物はいるか？いるよ。そうだ、キスケだ。そういえばシロが言っていたけど、シロとキスケが3階を調査していた時、美術室でキスケが絵の具をこぼしたって言ってたな。ということは、シロの靴の裏にもついていたってことは、きっとキスケの靴の裏にもついていたはず。そして2人は美術室を調べた後、キスケはシロに別行動を提案し、理科準備室に行くと言った。じゃあ理科準備室に絵の具がついていたってことは、きっとキスケが理科準備室にいたんだろう。そしてその後、屋上前で犯人に正面から刺され、揉み合って殺されてしまった。自衛のためのメスだったんだろうな。よくよく考えてみたらさ、あれ犯人がメスを使って殺すってのはちょっとおかしいか。犯人、この5人じゃなくて、この中のオカルト部の メンバー6人じゃなくて、あの謎の男がさ、キスケのことを殺しにかかるんだったらさ、もっと殺傷力の高いもん用意しとくよな。それがわざわざメスってことはさ、キスケが自衛用に持っとったメスを犯人が奪ってキスケのことを殺したっていう展開な気がするな。それだけだったよな。まだあったんかい、まだあったんかい、まだあったっけ。右手なんか関係あるん？右手だけ血まみれだったのは確かそうやけどさ、なんか関係あるんこれ。気になってたけど、どうしてキスキの右手は血まみれだったか、なんでだ。自分でメスを刺したから。手が、怪我ではない、抵抗した時に犯人の血がついた。なんだなんだなんだ、わからんぞこれに関しては。間違えた。普通に考えたら抵抗した時に犯人の血がついたからなんやけど、じゃないよな、ひねりがないよな。自分が刺したってなんだよお前。だとしたら自分が刺したって何？俺はみんなを信じるよ。え？何？いきなり？やっぱりこの中に犯人はいないんだ。俺たちの中にキスケを殺す人なんていないんだよ。だって俺たちはお互いに大事な友達だから。おい、何を急に綺麗事を言い出してるんだよ。そうだよ、そんなこと言ったって実際にキスケ君が殺されているんだよ。だから俺たちの中に犯人はいないんだって。じゃあやはりこれは僕たち以外の誰かが僕らを疑い合わせるように仕向けた俺らだって言いたいんですか。どうしてそこで黙るの？はっきり言えよ。言いたくない。どうして？この中に犯人を殺した殺人鬼はいない。でも犯人はいるんだ。それが俺が気づいてしまった。絶対に信じたくない真実なんだ。わかる。
こうなってきたらさ、何が言いたいかわかる。わかるけどさ。だとしたらキスケ、どうして？え？ねえ、回りくどい言い方はやめて。ちゃんと教えてよ。なべやきくん、わかった。言うよ。その犯人はキスケなんだ。だよな。そこまで言われてしまったら、あとはなんだってなったら自殺ってことよな。でもなんだ？だとしたらキスキはどんなことを考えて自分に対して自分を自害する道を選んだ？嫌になったのか？この6人で争い合う姿は嫌になったのか？え？キスキが何を言って？これは、すべて、キスケの自作自演なんだよ。言ってる意味がわからない。キスケ君は、死んでるんですよ。自作自演って。じゃあ、キスケは、自分でメスを刺して、自殺したってこと？そんなバカな、そんなバカなだよ。なんでわざわざ、どこでキスケを狂わせた？どういうことだ？シロ、キスケと一緒に探索してて、美術室で絵の具をこぼしたのは誰だった？キスケくんです。うん。その後、探索を手分けしてやろうと言って、理科準備室に行ったのは誰？キスケくんです。そして、キスケは理科準備室を、シロは生徒会室を調べることになった。あ、はい、そうです。シロ、君は全部キスケの指示でそう動いたんだよね。それはそうですが、これは全部、僕たちがシロを疑うように仕組まれたトリックなんだ。え？そんなこと。美術室でシロに緑色の絵の具を踏ませ、理科準備室にそれと同じ色の絵の具を残す。この状況を作ることによって、キスケはシロが疑われる状況を作り出したんだ。そして仕上げに自分で自分を殺した。その証拠にキスケの右手にはなぜか大量の血がついていたんだ。きっとあの右手の血はキスケがメスで自分を刺した時についたものだと思う。俺たちは最初からキスケに誘導されてたんだよ。だとしたらなんだ？なんでキスケがそんなことをやったん？どうしてもそこだけは理解できんぞ。そんな。これが、すべての真実。俺たちをここに閉じ込めたのも、今まで俺たちを脅迫していた謎の人物も、そこまでキスケなん？そこまでキスケってことでいいん？犯人は、キスケだったんだ。なぜだ？なぜだよ、キスケ！